ようございます。こんにちは、こんばんは。 G じゃなかった。はい、みそ汁チャンネルの石川理恵と牧野小弓です。すごいな、すごいな、これ。ちょっと待ってください、なんで私ここにいるんだろう今。なんでここにいるんだろう。しかも今ね、ちょっと気づいたんですけど、あの入りの打ち合わせ多分1ミリもしなかったね。だから GGG やったね今。いつもだった。でも4年間やってたからさ、染みついちゃった。今日はですね、はい、いつもこのチャンネルでは GGG の時はゲーム実況ばっかりやったんですけど、うん、これからは YouTuber らしく実写動画、いわゆる要は食べてみたとか作ってみたとか、ああいうのもやっていきたいと思うんですよ。あ、そう。やりたい、石川さんやりたい、そういうの。石川さんやっていこうかなと。そうなんですね。そうなんです。そんなこと思ってたんですよ。おお、あるんで、ちょっと持ってください。ある。でもマネージャーなんで。マネージャーなんで。マネージャーなんで。じゃあちょっと用意してもらっていいですか。はい、持ってきました、どうぞ。え、こちらこちら。これ何だと思いますか。紅茶。あー、ごめん、めっちゃ書いてあった、コオロギって。待って、待って、あのさ、あとね、ごめん、コオロギ2パターンあんの。ごめん、ごめん、ちょ、間違えた、間違えた、ちょ、持ってたった、これ、これ、山椒魚。え、さ、え、何、山椒魚って。燻製。あ、でもね、疲労回復疲れてるし、最近ね、ちょっと2ヶ月間忙しかったし。いや、全然、全然、うん、全然暇暇。美肌効果あるって。よかったね。あー、よかった。え、急になんでこんな YouTuber っぽいもん。あれ、YouTuber なんかやりたいって言ったよね、今。言ったもん、聞いたよ、私は。やっぱ、タレントのね、あの望みはやっぱ叶えてあげたい、私はと思って。無茶ぶりがすぎる、負けました。まあ、これはぜひ、ね、食べていただきたいと。やばいね、実況してる。実況からです。私はやっぱね、あのカレー味ですね。カレーにすれば何でもカレーになる。何、カレー味って。カレー味と、あ、コオロギ、おつまみ、カレー味と、おつまみなんでね。あとこれガーリック味ですね。あ、え、すごい。もうね、ちょっと開けてみましょうか。ちょっとバラバラって、ちょっと開けてみますか。え、あのさ、すごいね。なんだろう、これ普通はさ、なんか一個手前に何かのイベントがあって、そのイベントに負けた人が食べるものじゃない？ないよ。ないよ。いや、石川さんが食べたいとおっしゃったんで、やっぱり。言ってない、言ってない。言ってない。あれ？え、でも今多分動画見てる。うん、なんて同じ。本当に？言ってた、言ってたみたいな。YouTuber 的なことやりたい。せめてじゃんけんで二人でさ、どっちか。やだよ、なんでだよ、やだよ。じゃあちょっと開けてみますか。開けましょう、ちょっとね。なんでだろう、一発目の実写動画がまさかの。いや、コオロギですよ。やっぱ虫食べてからね、YouTuber っぽい。YouTuber？ 待って、臭い。それはね、コオロギ関係ないかも。待って。カレーの。あ、すごい。嘘でしょ。ほとんど。え、これ手で煽らないと。え、ちょっと、ちゃんと嗅いで、ちゃんと。でも、こんの。え、こんの。花粉症？あ、やばい。あ、これきついよ。これね、コインの餌の匂いがする。コインの餌や。あの声、雪を投げた、投げたやつ、投げたやつ。私もあのね、あの墨絵組だよ、墨絵組、ポイって。あ、しかもね、結構ね、何が嫌ってね、ちっちゃい、細かい。え、うん、え、違う違う、それはね、絶対ダメ。確かにカレー茶色いもんね。あー、まあ、ここに一回出して、ちょっとだけね。これだって、うわー、うん、ち。言っちゃってね。え、なんかさ、持てる。ちょっと待って、本当に嫌だ。でも全然ね、なんかこうね、可愛いらしいですね、ほら。違う、やめないな。食べれたいけないだろ。え、あのね、待って。あ、でもね、匂いは全然平気ですよ。で、皆さんにこれちょっとね、画像を出しながら、ちゃんとね、コオロギの形をね、なしてます。コオロギって何？え、コオロギは虫だよ。こんな感じでこれでいいですね。これ食べていただくわけですね。なるほど。はい。なんかやる？せっかくだし。なんかやる？ユーチューバーっぽくなんか負けたやつが食うみたいな。じゃんけん。じゃんけん。じゃんけん。うわ、安直。え、命がけのじゃんけんだなこれ。コオロギ食べるか食べないか。一応勝った。せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。うえー。あいこでしょ。うえー。あいこでしょ。そんなことある。仕込みじゃん、完全に。仕込みじゃないんだよ、これ。すごいね、今びっくりしたもん。あ、1個でしょ。うわーしゃーやばい。石川さん、どうぞ。そうでしょ。3つぐらい待って、いっちゃったら。なんでだよ。なんか、やっぱ、3回やっぱ、3つあるけど、いいよ。すいません、1個。
って顔顔あるもん。お尻から飛び出さない。お尻からやだ、目がある、目がある、目があった、今目があった、こいつと大丈夫、もうね、もう命は耐えてるから、命耐えてるから大丈夫、本当に。いきますよ、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 職場でいきますよ、3、2、1、どうぞ。うお、どうですか、あれ、あー、なに、動いた、今ね、確実に頭を叩いた、行った、行った、なんで味はね、うん、なんか、エビの尻尾みたいな、あ、エビの尻尾、いいじゃないですか、でも、確実に、うん、頭を砕いたヘッドショットした、そう、明らかに、ゴリッ、ガリッ、ね、目まで行ったな、この辺はね、なんかね、ふさふさだった、あ、そうです、絶対頭は行ったった、今、行っちゃった、あ、マジで、あ、でも、うん、知らんければ食べれる、あ、コオロギだと分からなければ食べれる、うん、ちなみにエビの尻尾ってゴキブリと同じ成分らしいんで、そんなやっぱ虫なんだろうね。うわー、食べてみてよ。負けたじゃん。いえいえいえ、 YouTuber っぽい。いただきます。私全然いけますか。おいしい、美味しい、マジで。これで日本酒とか飲めそう。なるほどね。あ、皆さんぜひこれ、コオロギカナタさんだって、カナタ、あ、待って、あ、何、右の奥歯からなんか2回ちょ、せっかくガーリック味も行こう。そうだね。あ、やべ、いっぱい出ちゃった。いや、ガーリックのがきついわ。え、ほんと、ガーリックのが、あの、ミメがミメがミメが、うん、うん、ミメが、ミメが、あ、ちゃんとね、コオロギの発色してるわ。あ、そうだね、色がちゃんと、カレーちょっと黄色いからね、やっぱあんまり関係ないけど。だってこいつとかさ、こんなだったの。こいつとかこんなだったの。じゃあそれ食べない、せっかくだし。あ、これ出てる、やばい、やばい、圧倒的体と顔。嘘でしょ。もしかして前世鳥じゃない。チュン、あー、でもなんて言うんだろう、ガーリックだね。食レポ下手すぎんか。ちょっとじゃあ食べますね。チュンってなって、チュン、運命だ。あ、ね、ちゃんと体が、そう、わかる、そう、やばいね。そう、あの、ね、こうなってるし、あの、首もこうなってる。どうしたさえ感じますね。こう、あー、ガーリック。食レポ下手か。でもなんかカレーよりはね、なんかカレーよりはいいけど、うん、カレーはカレーでカレーの味しかしないし、あ、そう、ガーリックはガーリックでガーリックの味しかしないから、うん、コオロギじゃなくてもいい。なるほどね、ポテトでいい、ポテトで。でもね、まだあるんです。何ですか。うわー、ラスボスや。山椒の燻製なんですけど、え、そもそも山椒って何。え、顔ついてる、かわいい、超かわいいよ。あ、ってなった。水陸両用の、非常に生命力のある動物を殺してしまってるんだけど、そう、まあね、入梅の時、産卵のために清流に下るのを捕獲し燻製にして、古来より特効薬として外国に輸出してた。そう、ただ治療回復、精力剤、いやだ、嬉しいね。別にだってサプリでいいもん。え、山椒魚のサプリとかでいい。待ってみますか、行きましょう。ちょっと何なんだの、マジで。うちもスーパーフード。スーパーフードって何。だからそのね、こういうなんか特効薬みたいな、なんか何かしらいいんでしょ、体に。ちょっと匂いを嗅いでみてください。いやー、任せてくださいよ、もう全然。開けるの開けるの下手すぎんか、ちょっとボロボロやんか。袋が悪い、袋が悪い。よいしょ。いやー、うわー、待って、あ、匂いが燻製の匂いするよ。いぶしてあるよ、いぶしてあるよ、燻製の匂いする、これは。ああ、なんかこの匂いは燻先だよね、うん、え、やばい、キーホルダーできそうじゃない。で、キーホルダーできそう、ここ貫通しとるやん、貫通しとるわ、キーホルダーできそう。だって台座が青だ。確かに海を通り水辺を泳いどったんだよ。
ケーキはタンパク質が 29% なんですが、はいはいはい、なんとコオロギは 69%、はい、あらすごいじゃないの、3倍よ3倍。じゃあ行ってみましょうか。肉ちょっとやっちゅう、危ない、慣れすぎて作りたくない。言わんきゃ食べるとおったな。せーの、最初のグッチョキポイ、あ、いい子でしょ。くぅー、この大きいの食べないよ、太ってるやつ。食べらわぬ、硬くない、頭いった。え、あ、飴みたいなのがある、みたいなのがある。なんか飴噛んじゃったみたいなさ、硬さ。甘いの？甘くない？何言ってんの？でも多分ね、これね、味付けて食べるものだと思うな。味しないもん。そうだよね。あ、ディップして食べるんだ。ディップして食べるものだと思うわ。なんか味しなくて。うわ。じゃあ、正式な食べ方じゃないかも、間違い。は？おい、マネージャーが食べたんだぞ。いや、だってここ明らかになんか、なんか、あ、そう、これが飴っぽいところ。心臓かな、とか内臓じゃない、あ、やばい。でもね、なんかね、なんか味付けた方がいい気がする。なんかマジで普通になんか何もしない味が。やっぱこいつとも目が合う。ほら見て、え、かわいいね。国産ショウゴ。食べさせんじゃねえ。いただきます、はい、おじいちゃんの匂いは。ちょ、わかるわ、わかる。なんかね、キスした。キスした。キスした。一味マヨが、それ一味マヨがうまいから、ね。一味マヨ持ってきてよ、じゃあ。あ、いた。なんで見ちゃったのこっち。絶対見ればよかったでしょ。これね。あ、あ、あ。いいリアクション。ごめん。苦。あ、苦い。苦い。あ、でも燻製だからね。でも、ベーコンだと思ったんだよ。カリカリベーコン、山椒じゃん。目つぶったらカリカリベーコン、山椒。でも確かにちょっと口の中に苦い。あのね、これはね、交互に味付けあの、どうしてそんなゲテモノに対してのさ抵抗感がないの。嫌だわ、ムビの山椒を食べたのがマジだ。怖いって。一匹食べたの？あったけども、マジで？マジ全然平気ですね。だって、ビワに効くんだよ。いや、いい。肌荒れしていい、別に。そう。そう。これ何？この。内臓かな？なんだろうね。これ取り出してみて。あ、なんかね、なんだろう。終わんないよ、そんなパリパリ食ってたら。なんでこれをさ、ガム食べちゃうの？いいんじゃない？あの、ってところ。だってもう、ここ超えたらもう、すぐ。YouTuber は残しちゃいけないって言うからね。食べないと思う。大丈夫。くぅ、待っていくよ。はい。すごい野草楽しい。やばーい。あのね、あの、もう出すな、出すな。出すなよ。噛む勇気がない。噛んじゃったの、なんか。噛む勇気がない。いけるいける。卵の口が入ったでしょ。入った大丈夫、生まれないから。あ、いった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 。よー、待った、もうすぐ。あ、いった。お、ゴリゴリ。あ、大丈夫ですか、石川さん大丈夫ですか。でも、俺疲労回復するらしい。大丈夫ですよ。今のこの疲労感は何？声出してる。食べるための疲労感を、だよね、それを、そう、プラン、プラスにプラスに。あ、やっぱね、疲れてると思うんで、やっぱ、ね、この2ヶ月一緒に頑張ってきてるじゃないですか。疲れてると思うんで、私が詰めても気持ちいいです。今が一番疲れた。なんだろう、YouTuber さんの、はい、一時期なんかこう、罰ゲーム、まあ、大手 YouTuber 事務所の方が、こう、大型コラボして負けたグループが一斉に虫を食べ出して、ランキングが虫食うだらけになったとか。やばいな。なのでゲラゲラ笑って見てた。見てた、うん、申し訳ないと思って今そんなさっさと食えよみたいな思ってた。どう、もうやばもうやばただただ食わされた。え、でもじゃんけん負けたじゃん。あの、見合わない。
じゃんけんするもうちょっとなんかビッグイベントの先にある罰ゲームだなこれマジで。ただじゃんけん、まあまあまあ、でもね一応ねあの1本目のね YouTuber っぽい動画でもね、はいはい、ということでね。でもね次回もね私の方が何か持ってきたいと思ってますので楽しみ。あこれね1個で決めたんだ私タイトル。何 MM にしようと思ってて。 MM? マネージャーの無茶ぶりコーナーにしないでよしゃーということで本日もありがとうございました。